アストルフォは捕虜にした巨人、カリゴランテを引き回し、賞賛を得るアストルフォは主に中世フランスの武勲氏に登場する騎士。シャルル・マーニュのパラディンであり、イングランドを夫と推定されるの息子。ローラン・ヤルノード・モルトーバン、ブラダ・マンテとはいとこ同士。古くから武勲氏に名前は見られたのだが、名が知られるようになったのは14世紀頃成立した、ジョジシなどによる。 イタリアの女子誌ではアストルフォア、ユーモアのある人物となっており、ルイジ・ブルチのモルガンテ、マッテイをマリーボイアルドの恋するオルランドで活躍。クルエル・オルランドでは付き合行したりもしている。最後にはローランや他の大勢の騎士と共にロンスボウ峠の戦いで戦死する。騎士としての能力はさほど優れているわけではなく、むしろ弱い。だが、偶然、触れた相手を、 必ず落馬させるという魔法の槍を得て、あとかなりの名手となり、武勲を挙げるようになった。さらに、あらゆる魔法を打ち破る方法を記された魔法の本、吹けば相手を倒すことができる、角笛さらにヒッポグリフを入手してしまう。アストルホはこれらの魔法のアイテムで、タタール王、アグリカーネを撃退したり、カリゴランテという邪悪な巨人を捕虜にし、 カイロ市内を引き回したりという功績を立てている。これら魔法のアイテムのうち、魔法の槍は魔法がかかっていることを知らず、ブラダマンテにジョし、月への旅行後には、角笛は音が鳴らなくなり、また、ヒッポグリフも解放してしまっている。また、失恋から発狂してしまったオルランドを元に戻すため、月への旅行をしている。なぜ月に行く必要があったのかといえば、 地上で失われたすべてのものが月に存在することになっているため、アストルフォはここで、オルランドが失ってしまった理性を得るとともに、ついでに自分が蒸発させていた理性を獲得している。そのため、一時的にアストルフォは、聡明な人間になったが、その後犯した過ちのため、再び理性を取り上げられたという。なお、アストルフォが月に行くエピソードは一種の皮肉となっている。というのも、 西洋においては、月の満ち欠けは人間を狂気に陥れる象徴となっているため、ありがとうございます。